さて、やっていきますか。今回は動画編集ソフト Adobe のプレミアプロで自動的に字幕をつける方法を紹介していきます。まずね、ここに、まあ、僕が昔撮った、まあ、適当な動画を一つ用意しております。これに字幕をつけてみます。ウィンドウから、こちらテキストというのをクリックしてください。そうすると新しいねウィンドウで、テキストが開きます。これねこっちの左上の画面に含めちゃいましょうかね。で、まずこの動画の音声をね、自動的に文字起こしします。ここ自動文字起こしを開始クリックします。で、設定の方はねまず言語が、日本語で、トラック上のオーディオ、まあ、ここをね、オーディオがレイヤーが何個にも分かれていたらちょっとここ、選択しなきゃいけないんですが、まあミックスでいいでしょう。で、文字起こし開始を押して、はい、これで、サーバーに今データをアップロードしています。でサーバー上で処理してもらうんですね。まあサーバー上にアップして処理するっていうことは、まあ、AI かなんか使われてるのかな。 でこのまま少しね処理が終わるまで待ちましょう。はい、これで、文字起こしの処理が終わったので、キャプションを作って、この動画の上にね字幕を載せていきましょう。こちらキャプションの作成を選択します。はい、でまあ設定はまあいろいろあるんですけれども、まあとりあえずこのままいっちゃいましょう。作成、はい、でね、まあそんなに時間かかんないと思います。これで、動画の方にね字幕が載りましたんで、ちょっと再生してみますか。本日はアップル VS エピックゲームスのバトルについてお伝えいたします。はい、まあこんな感じなんですけれども、これねやっぱり自動で、文字起こししたものなので、まあ 100% ね、自分の思い通りになっているかっていうと全然そんなことはなくて、ここからね、一つ一つね、手作業で、文字の修正をしていきます。例えばねここバーサスっていうところ、これカタカナじゃなくてまあ英語表記にしたいですよね。はい、こんな感じで、まあ一個一個ねキャプション見ていって、まあ自分の思った通りの文字列に修正していってください。はい、修正が全部終わりましたのでね、これで、一通り流していきましょう。本日はアップル VS エピックゲームスのバトルについてお伝えいたします。アンリアルエンジンの開発で知られるエピックゲームスがリリースしているフォートナイトという人気ゲームが、アップルの運営するアップストアから削除された件が大きな話題となっております。はい、以上こんな感じです。まあね、若干のこの手直しが必要にはなってくるんですけれども、全部ね、ゼロから手作業で、全部文字起こししていくっていうことと比べたら非常に楽になりましたよね。というわけでね、皆さんの動画制作に活かしてみてください。あ、それで動画を書き出す際はね、こちらキャプションのね、書き出し設定のところをね、書き出しオプション、デフォルトではねなしってなってるんですけれども、これキャプションのビデオへの書き込みっていうのを選択してください。こうしないとね、せっかく作った字幕がね動画に載りません。僕も最初ね、ここ設定し忘れて書き出してしまって、あれどうしてだろう、なんか字幕載らないなっていう風にハマったのでね、ここ忘れずに設定してください。それじゃあまたねー。